最新の医療健康情報をお届けする医学博士の平松です。今日は27クラブ、イギリスで27歳ぐらいになるとアルバムまたは、いわゆる CD の売り上げが1位になった方が死にやすいという説があるんですね。そこで本当にそうなのかというのを調べた研究があります。その研究によりますと1046人の1位を取ったミュージシャンを対象にしましたが、27歳じゃなくて25歳でも32歳でもあまり死亡率には変わらなかったというデータがあります。一方25であろうと27であろうと24であろうと、このようなミュージシャンのグループは一般の方々に比べると2から3倍、20代から30代の間で死亡率が高いというデータがあります。そういうことがあるのでついつい27歳の人が目立って死亡率が高いという噂が出たんではないかということでした。2つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。